はい、皆さんこんにちは、榊敦史でございます。18日の、ね、月曜日ですね。月曜日というのはね、やっぱりね、週の始まりでしてですね、土曜日曜がね、溜まってた、いろいろ動くでしょう。で、それが全部こうと出てくるのが月曜日ですね。先週のね、12日火曜日、連休明けの火曜日はほとんど動けなかったんですけどね、今日はね、もう電話がピンピンとなってるの、同じ人からですけどね、いいお預かりしてる不動産がちょっと動きかけてるという感じですね。いや、ほんでびっくりしたんですけどね、あれですね、日本でこう売上のトップかトップ2かわからんけど、まあ、こう年によって変わりますからね、あれがね、トップクラスである某総合商社のですね、方がですね、若いのに年収高いですね。ほんびっくりしました、ほんまに。いや、まあそれはいいんですけど、さて行きましょう。ニュースポスト7でございますね。こんな記事が出ています。18日の朝の7時ですね。もうすぐ2時ですから、だいぶ前ですね、半日ぐらい前の記事です。自民党内で菅政権を見限る動き、菅&二階では選挙を戦えないの声、いや出てきたかという感じで、まあ前からね、それは分かってはいるんですけど、まあ、こういう記事が出てくるということは、もう動いてるということなんですね。ちょっと読んでいきますと、後手後手に回ったコロナ対策で菅政権が窮地に陥っている。自民党内では泥船の菅政権を見限る動きも始まってきた。緊急事態宣言の国会報告が行われた1月7日の衆院議員運営委員会、トップバッターに立った自民党の松本洋平元経産副大臣、過去東京19区が、西村康則ですか、経済再生省に厳しい質問を浴びせた。まあ以下数分ですけど、それはまあいいんですけどね。週刊ポストでは、政治ジャーナリスト野上忠興氏の協力で衆院ですねの全選挙区と比例代表の選挙予測を行い、自民党にとって最悪のケースでは53議席減で過半数割れもあり得ると報じた。へえ、この週刊ポスト送ってんな、ほんまに。もう見てへんで俺はみたいな。実は自民党もこの年末年始に密かに世論調査を行い、全小選挙区の情勢を調査していた。自民党選対関係者が語る。全体の結果は、菅総理と二階俊博幹事長らごく一部の幹部だけ報告された。幹部にだけ報告されたが、現段階でも小選挙区だけで40議席ぐらい減らす可能性がある。各議員にはそれぞれの選挙区の情勢が伝えられ、どんな手を使っても挽回しろと鞭が入っていると。世論調査というのは各メディアやりますよね。でやっていろんな結果が出るし、その選挙予測も出るんですけど、実は一番信頼性が高いと言われているのが自民党内の調査なんですよ。ただそれは公表されません。ここにも書いてある通り、ごく幹部にだけ全体的な状況を伝えられて、各選挙区の議員さんたちには、お前これも大変やだよ、頑張れよ、お前挽回せなあかんでみたいなことを、もう鞭を入れられる、鞭が入ってるって感じですけど、まあ、あれですね、気合を入れられるわけですね。そんなんて、お前当選できへんでってみたいな。で、苦戦を強いられた議員たちが票が取れるなら総理批判であろうと何りふり構っていられない。自民党の大臣経験者が言う。衆院選をめぐる状況は、追い込まれ解散で自民党が大敗した麻生内閣の時、過去2009年、12年前ですね。私なんかよう覚えてますよこれ。衆議院のね、議員の任期は4年で、4年以内に必ず解散総選挙があるんですね。で、任期満了選挙ってあるんですけど、任期満了っていうのは、総理大臣が解散権を使えずにずる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 行ってしゃあないな最後にっていう、いわゆる追い込まれ解散なんですね。で、そうすると大体負けるんですよ、自民党が。麻生内閣の時、過去2009年にものすごく似てきた。コロナ対応が後手後手に回り、地元を回っても今頃緊急事態宣言なんて何をやっているんだと言われ、強い逆風を感じる。支持率はもっと落ちていくだろう。菅首相への党内からの批判も今後増えるという。選挙が終われば総理は変わる。ポストが欲しいベテランも、選挙は厳しい若手も、菅さんの顔色を伺う必要はなくなった。かっこ同然。
道前というのは大臣経験者ですね。もうその空気はね、ひしと感じますね。多分これ自民党負けるやろうなと。その去年の9月に菅さんに変わりましたけど、変わった直後はね、楽勝ムードで、なんか来月解散したらええやんって言ってて、やれよかったんですよ、実際。で、安倍総理も、俺が総理やったら解散する、安倍元総理ね、もう自分が総理やったら解散するとか言ってたんですよ。それを菅さんは苦々しく、あの人はいつまで権力者のつもりでおるんやみたいなコメントが漏れてきたわけですね。あ、完全にタイミングを逸しましたね、菅さんっていうのは。だからあの人だからセンス悪いなと思って、あの頃からね、あ、この人センス悪いわと。政治家っていうのも勝負師ですからね、駆け引きで今が今が悪いっていうのは、それを読む力っていうのは求められるわけでして、で別に私はね、菅さんが好きとか嫌いとか安倍さんが好き嫌いのないんですけど、要は安定してほしいんですよ。安定してきっちりと思った通りの政策をしてほしいわけなんですよ。それがためにはガタ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 してるとできないわけでしょ。だったら去年の10月に解散総選挙をやるべきでしたね。でもうもはや挽回は不可能やと思います。だからこれからコロナどんどん深まっていきますし、緊急事態宣言やったってあんな中途半端だね、お前ら飲み屋に行くなってだけでしょ。これでは収まるとは思えないし、相手はね自然ですからね。人事と自然とどっちが勝つかというと自然の方が強いわけなんですよ。でもまだまだ冬ですし、多少ねカーブが緩むかも分かりませんけども、コロナがなくなるということはありえないわけであって、で人為であります、ですね、ワクチン、もう日本で行き渡るのは年末、年の後半までかかると思うんですね。年末まで1回どうか分かりませんけども、でこれからまた五輪どうすんねんとかね、そういう難問が目白押しなわけでして、それでアメリカはね、大統領変わってどうなるかようわからんというところであって、もう菅さんにとっていい材料なんもないわけですよ。で6月には都議会選挙が始まるでしょう。ほんで小池のばあさんがブイブイ言うてますからね、小池のばあさん党がまた伸ばす可能性もあるわけであって、自民党にとっていいことは何もないわけであって、一番危機感を感じているのは他ならぬ自民党の衆議院議員さんたち、いわゆる代議士さんたちですね。彼らは要は菅総理で自分の選挙を勝てるんかっていう、要は自分の選挙に落ちるか落ちひんかっていうね、瀬戸際立たされてるわけですよ。でこの9月までは絶対あるわけですよ。10月までは絶対選挙があるわけですよ。あとだから9ヶ月以内にあるわけですね。その選挙で自分が受かるんか落ちるんかというところはもう人生のもう分水嶺になるわけですよ。でそれを菅さんでは戦えないって、安倍さんやったらよかったのにという目に皆さん思ってると思うんですけど、そうなったらもう菅さんのことなんか考えませんね。それよりも変えられるもんなら変えられると、みこしは軽い方がいいと。もうそういうことで、とりあえず選挙に勝てる総裁を仰ぎたいというのは自民党の衆議院議員代議士さんたちの心情であると思いますから、もうすぐに動くと思います。で二階さんってのはなんともこのあれですね、世間の評判がよろしくなさすぎるわけであって、まあ一番は風貌と変なキングメーカーっぽい動きですね。で何よりも彼はパンダハガーであるというところが最大の弱点だと思いますね。彼の故郷である和歌山県の南太良町っていうところにはですね、連日のごとく大音量のですね、スピーカーを備えた車がですね、ギャンギャンギャンやってきて、2階っつってやってるわけですね。でそういう方を幹事長にしているということで、もうもはやこれはやばいやろうという危機が自民党の議員さんたちの間で、代議士さんの間たちでこう蔓延してきたということは、もうこれはですね、菅内閣の命運はですね、もう長くない、もう決まったようなもんで、どんだけ持ったって、9月の総裁選ですげかいと。でもうそれまでに降ろされてしまう可能性は今はもう5割以上になったと思うんですね。下手したらこの2月3月、とりあえず菅変えようという機運になる可能性はありますね。ただ手続き的にはなかなか難しいものがあって、その
内閣不信任案が通るなんてことになるとやばいわけであって、自民党の中でお前降りろといういわゆる密室の中で降ろすということが一番ありそうなことですね。で菅さんが辞めるって自分で 言わせる、そこに持っていくということになるんだと思いますけども、まあそこに行くまでもうちょっとまだ足りひんかなという気もします。ただあの自分の選挙を控えている代議士さんたちにとってはもう本当にもう死ぬか生きるかの分かれ際、これが菅さんで戦うのか他の誰かで戦うのかということで全然違うわけですね。そこは必死になってくるでしょうね。なんかありえますよ政局。菅内閣どんだけ持っても9月まで、普通に考えたらあと 2,3 ヶ月ではないかなというふうに私は思っておりますという話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。